要するに。はい、じゃあスタッフ T さん次行きましょう。はい、ではスタッフさん次7番の記事お願いいたします。2月19日アンケート1ですね。今日アンケート取らせていただいた分です。アメリカ大統領プーチン氏がウクライナ侵攻決断と確信、ロシア軍の侵攻はいつ、というふうな、アンケートでございます。アメリカメディアの偽情報、米欧は慎重に報道を出すべき 24%、ロシアの戦争やるやる詐欺 21%、米国の事前警戒で戦争回避 8%、北京ジェノリンピック閉会直後 47% というような結果になっております。この件、ちょっとコメントが来ておりまして、はい、駆け引きは動揺した方が負け、こんな時ほど冷静に、そして慎重に物事の本質と向き合うべき、争いは誤解から生まれる、誤解があってはならないというコメント、または、やたらブリンケンが焦ってるように見えるのは気のせいでしょうかというふうなコメント、また、岸田首相、ウクライナ首相に会談を申し込むために意味不明な円借、まあ、お金を貸す100億円というふうな、いろんな意見が来ていますね。はい、もう始まっているというふうな意見も来ています。はい、西村さん、コメントお願いいたします。はい、これね、今日の最初に言ったようにね、最初に言ったんですけど、やっぱり情報収集能力っていうかね、それが今の日本はやっぱりあまりにも脆弱すぎますよね。だから結局、今のようなその状況になってんのかなと思うんだけど、まあ少なくともね、何かはもう起きてることは間違いないわけで、でそれがどっちがどういうふうに仕掛けてやってるのかもわからない。この小競り合いでそれで終わるのか、それとももっと大きくなっていくのか、それも全くわかんない状況ですよ、本当に。まあこういう時はね、とにかく客観的にいろんな情報を入手して、政府は正しい見解を国民にやっぱり出していくしかないんですね、本当に。なかなかただそれができない、メディアもそれができない、そういう状況だと思います。うん、名越さん、何かございますか。まあ、この質問に答えるなら、まあ、いつかって話になったら、まあ、オリンピックの後なんでしょうということになりますけど、ただ他の選択肢も興味深いですよね。まあ、個人的には僕はもう実は全体的な侵攻じゃなくて、ルガンスクとかデネツクのいわゆるノボロシア人民共和国の周辺はもうすでに、まあ、ロシア側というような意思を示しつつも中途半端な状態になるんで、まあ、そこのところがふわふわな状態のところに仕上げにかかるのかなと。ですからヨーロッパと接していない他のところで全面的になんかロシア軍がウクライナにダーッとこう行くってことは、その後のデメリットを考えたときに、いわゆるドル決済停止っていうのも欧米がもう決意して いますんでね、まあ、そういうことを考えれば、まあ、局所的な進行にまあ、とどまるっていう言い方は良くないですけど、限定されるのかなという、そんな気はしてます。はい、吉田さん、どうですか。はい、私はまあ、プーチンはもう神経を抜いて、いつでも切り殺そうとしている体制を取っていると思いますよ。でどこまでやるかはまさしく相手次第で、要するに、まあ、なんだろう、達人同士の立ち合いみたいにですね、こう、まあ、こう、構えを見せて、お互いにこう、次はこう出る、次はこう出るって、こう、やり合ってる姿を、まあ、凡人は、まあ、動いてないじゃないかとかですね、3秒後に動くって言ったのに動いてないねとか、くだらない論評してるような状況で、そのことは本質に全く関係ないんですね。で、ちょっと他の機会でも申し上げたんですが、ロシア、親父、それからプーチンっていうふうにとってですね、実は他の民主主義国家よりも人命っていうのは軽く見てるんですね。他国民、自国民がいくら死んでもですね、まあ、そのかつてのロシア、かつてのソビエトの栄光を取り戻せる、少しでも取り戻せるんであれば、それは祖国に対する貴重な犠牲であって、称賛するけれども、それでその、まあ、こう支持がひっくり返っている、そういうことではないんですよ。
は西側とその比較考慮の対象は全然違うんですね。ですから西側がぼやっとしてれば本当にあの、三方から全面侵攻をして、で電撃的にこう、まあ、主犯だけウクライナの主犯だけ変えて1週間に引き上げまして宣言しちゃって好き放題その1週間やるとかですね、最悪いろんなことが起こりうるんですね。でそういうのを見て取って、まあ、アメリカ側もいつ来るいつ来るって一生懸命言うことで逆に抑止をしているという状況だと思っています。あの、まあ、ちょっと長くなるんですけど、まあ、そういうことだと思っています。はい、いや本当にね、今の表現はいい表現ですよね。達人同士の睨み合いっていうのはね、うん、なるほど、あのそう思いますね、うんうんうん。じゃあ次行きましょうか。はい、スタッフさん、はい、6番のアンケートをお願いいたします。先ほどの件に引き続いてなんですが、2月18日アンケート、岸田文雄首相は17日夜ロシアのプーチン大統領と電話でおよそ25分間協議した。緊迫するウクライナ情勢に関し、ロシアによる軍事侵攻の可能性を念頭に重大な懸念を持って注視していると伝えた。日本が今優先すべき行動は、というふうなアンケートでございます。こちらも文化人デジタルのアンケートですね。ちょっと記事なくて、票が少ないですね。林外相の速やかな更迭357票、邦人保護を最優先76票、ロシアへの経済制裁17票、日本は静観すべき7票というふうな結果になっております。この件お願いいたします。はい、いやこれはあれですね、今のアンケートの答えの一番回答が多かったものが一番適切かなという気がしますね。林外務大臣の速やかな更迭というの一番回答多かったんですが、はい、何しろ岸田総理がですね、プーチンと会談する前にですね、林外務大臣はロシアにですね、経済支援の話をしてるんですね。経済制裁の話をしてるのにね、こっちはね、ツイフトのこととかね。何やってんですかね。これなんか内閣の中でも全然なんか何の連絡も取れてないっていうか、そんな感じしません？長尾さん、どうちょっとありえないことが起きてるでしょ。佐藤外交部会長代理も自分 のツイッターで、あと高市早苗政調会長も相当この辺で激怒して、まあ、なんで激怒するんだっつって岩谷武委員がなんか激怒してっていう、そんな状況になってますけど、もうほとんど設定コントみたいな状態ですけどね。まあ、やっぱり邦人保護は最優先しなきゃいけないっていうところは、まあ僕としては最優先かなと、まあ、いう、まあ、もちろんこれはそうですよね。更迭されてそこで機能が止まっちゃいけないので、まあ、アンケートの答えになった方々 の4番が一番多いっていう気持ちはもう100% 理解することができますね。まあ、相変わらず重大な懸念を持って注視してるってね、きっと胸張ってお話になられたんでしょうかね。いやだってほとんど何も言葉を発していないのと同じですよね。いつも何があっても同じフレーズしか出てこない。吉田さん、どうですか。はい、まあ、日本の中にはというか自民党の中にももうやっぱり戦後ですね、安全保障っていうことについて、まあ、そのリアルな判断力が完全に欠落している人たちっていうのが、まあ、政治家の中にも、あるいは他の世界にも、もう非常にたくさんいる。まあ、それを典型的に示しているんですね。まあ、この岸田さんも、まあ、林さんも含めてですね、要するに心身なんですよ。要するに、経済をちゃんとやってれば、自分の仕事は全うしてるんだ、みたいに思うので、こんな状況ですら、儲かりまっかって言いに行くというですね、それがアホなことだと思え、理解できないという人が、まあ、要職についてるっていうのは日本の悲劇ですよね。もう本当は日本はこういう時にやるべきことは、もう例えばウクライナの方々はですね、わざと、北方領土は日本の領土だって、自分たちがもう戦争の危機にある中でもそういうことを一生懸命主張してくれたりしてるわけですよ。で、それは何を意味するかっていうと、侵略国家に対して、諸外国が連携しましょうっていうメッセージなんですね。でそれが分かっているから、リトアニア方がちっちゃな国までですね、なんとかそのウクライナ側に立って戦おうっていうふうになるわけですよ。そういう国際社会の基本的なその、考え方を、要するに共有も共感もできないような人がトップにいるわけなんですね。日本がここでやるべきことは、日本も北方領土っていうのを抱えていて、ソ連、ロシアに侵略されてるんですよ。
今言えばですね、非常にヨーロッパでもアメリカでもですね、その理解が広まると思います。まあ外務大臣だったらそれぐらいまずやってから、それで北方領土全部引き返すんだったら、あの、まあ、借款あげますよぐらいの駆け引きをしてほしいですね。うん、いや、本当ね、もう、いやしくも外務大臣だったらね、せめて北方領土のことぐらいね、引き合いに出すのが常識だしね、まあ、それは総理大臣だと同じですよね。でもおそらくプーチンと会談したときそんな話してないでしょうね。それから今吉田さんがリトアニアのこと言ったけど、リトアニアはそもそもね、杉原中根さんっていうね、要するに代理公使がいて、それで彼がリトアニア大使の日本大使館でユダヤ人の難民にね、日本へのビザをどんどん出したわけじゃないですか。それでナチスの迫害から逃れた人がかなり救われたわけですよね。で、あの時杉原さんと、それから後で第二次世界大戦終了、大東亜戦争の終わりにですね、ロシアが、ソ連が侵攻してきた時に北海道を守った司令官だった、あの、樋口中将ですかね。樋口中将。彼は、杉原さんとも実は、連携取ってたんですね。で、それやってたのは、小野寺さんというドイツの講師、あの、部下がいたわけですよ。で、そういう戦前のインテリジェンスがちゃんとね、機能してたんですよ。戦前の日本は。それでちゃんとやって、連携してやってたんですね。だから、あの、樋口さんが、あの、満州で、東条英機を説得して、多くのユダヤ難民を救ったのと、全部連携してるんですよ。杉原さんのやつもね。だ本当にね、まあ、恥ずかしいことに、あの戦争前の日本人の本当に100分の1の能力もないんじゃないかっていうね、そんな気がしますね、今の状況を見てるとね。時間もなくなってきちゃって、まだ次ありますか。はい、では次、行っておきましょうかね。はい、次のアンケート、じゃあ、佐々木さん、5番のアンケートをお願いいたします。ちょっと今、ロシアとかウクライナ関連で、エネルギー関連がかなりいろんな状況になっていると思うんですが、いけますでしょうか、二橋さん。5番のアンケートでございます。2月17日アンケート。財務省が17日発表した1月貿易統計速報によると、貿易収支は2兆1911億円の赤字。サウジアラビアからの原油、原油やオーストラリアからの石炭、液化天然ガスなどの輸入が増加。で、まあ、いろんなことが出ておりますが、日本に必要なエネルギー政策はというふうなアンケートでございます。9594票の票をいただきまして、再生可能エネルギー 3%、 火力発電 4%、 原発再稼働 58%、 モジュール型小型原発開発 35% というような結果になっております。こちらもいろんなコメントをいただいておりまして、将来的には小型原子力いち早くは原発再開、個人的には水素をしていきたいが、この選択肢なら原発再稼働かモジュール型など、いろんな原発再稼働の票がやっぱり多いですね。この件お願いいたします。はい、さすが文化人放送局の視聴者、優秀ですね。世の中よく分かってますね、本当に。もう今の選択肢の中だったら、原発再稼働と、あとやはり新しい 新タイプの原発ですよね。より安全性、あるいは より小型化された原子炉の開発。まあそういったものを進めるしかもうないわけですよね。再生可能、あの、再生エネルギーが非常にいろんなリスクを抱えてますんでね。どうでしょう、長尾さんからお願いします。はい、なんか黒田圭吾さんからメンバー歴23ヶ月マイルストーンチャットをいただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。まあ3番4番でしょうね。で、多分ね、こういうことを地上波でもきっちりと報道すれば日本国民は分かると思いますよ。はい、いや、そう思いますよ。はい、もうそれだけ。うん、うん、はい、吉田さんお願いします。はい、まあ、エネルギーミックスという言葉がある通り、全部大事なんですね。今、この設問の。で、ただ、今の議論は、この3、4が欠落してしまってるから問題なんですよ。1、5にも、まあ、可能な限りやって、でも3と4を、まあ、絶対になくしてはいけないというか、非常に重視しなければいけないと。で、この設問には出てきませんでしたけど、従来の、再稼働っていうのは、こと策というか、バツナギ策なんですよ。でも本当は、まあ、その原発みたいなものは、
まあ、ミサイル自体に非常に脆弱、要するにエネルギーの安定供給という観点からも脆弱なので、実は自民党の昔の平沼研というのがですね、地下原発の研究というのを一緒にやってたんですよ。要するにシェルターみたいな中でミサイル攻撃を受けても大丈夫なところで安定的なエネルギー供給源を、まあ、国内で自給自足体制を作りましょうということを、まあ、検討してたんですね。だから、その原発かどうかということだけでなくて、その立地についても検討することが必要だと思います。はい、ありがとうございました。ということで、一般公開ライブはこれで、今日は終わりになります。はい、スタッフさんよろしいですか。はい、ありがとうございました。この後は先ほどのですね、岸田政権の転覆トリオの一角を担う林外相について徹底批判を皆様にしていただきたいと思っております。国家転覆トリオというふうに今ネットで言われてますけども、はいはい、ということで引き続きよろしくお願いいたします。これで一旦締めさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。